諸島にアメリカ軍基地を建設しない理由。中国が占領したらどうなるか。尖閣諸島は歴史的および国際法的にも日本固有の領土であることは間違いない。尖閣諸島とは南西諸島西端に位置する魚釣島をはじめ五島三岩礁からなる無人島である。このうち久場島以外は国が所有し、久場島と大正島は日米地位協定に基づきアメリカ軍施設区域として扱われている。行政的には沖縄県石垣市の一部である。地理的には沖縄本島から約 410km、 台湾から約 170km、 中国本土から約 330km に位置し、最も近いのは石垣島で約 170km の距離がある。1971年に初めて中国および台湾が領有権を主張したが、1951年のサンフランシスコ平和条約で日本が台湾の主権を放棄した際に尖閣諸島は日本領とされた。今回は尖閣諸島をなぜ中国が狙うのか、また尖閣諸島にアメリカ軍基地を建設しない理由と占領された場合の影響について解説していこう。なぜ中国は尖閣諸島を狙うのか。中国の北にはゴビ砂漠や天山山脈があり、さらにモンゴルと大国ロシアが存在している。西も様々な山脈に囲まれ、その先には大国インドが存在する。さらに東南方向には日本海、東シナ海、南シナ海がある。中国が軍事的経済的影響力を拡大するには、これらの地理的条件を克服しなければならないため、対立する国々との衝突は避けられない。特に中国がより広範囲に海空域を確保するには、九州、沖縄、尖閣諸島、台湾、フィリピン、ボルネオ島をラインとする第一列島線に突破口を持つことで太平洋に進出することが有効であると言える。また現代版シルクロードの西方向はヨーロッパまで達しているが、東方向に拡大するには太平洋に進出し、海上輸送路を確保することは必須と言える。同時に太平洋での安定した輸送を保持するには、中国海軍の太平洋での活動領域および影響力を確保することは不可欠と言える。さらに太平洋はその広大さゆえに海洋資源が豊富であり、工業資源や食料資源を確保する場所として適している。特に尖閣諸島付近にはレアアースが豊富であり、 IT 社会において不可欠な貴重な金属資源を優位に確保することができる。また1969年5月に国連アジア極東経済委員会の調査の結果、東シナ海に石油埋蔵の可能性があると発表された。その結果、台湾や中国が領有権を主張してきたことを考慮すると、中国が東シナ海の石油資源に注目し支配しようとしていることがわかる。石油は現代において重要なエネルギー資源として利用され、中東地域を見ればわかるように国際的な紛争の火種となっている。重要であるがゆえに紛争をしてでも確保する価値があり、石油資源を自国で確保できることは国際経済において優位に立つことができる。中国が強硬的に実効支配をしようとする意図は明白である。尖閣諸島にアメリカ軍基地を建造しない理由。尖閣諸島は南西諸島西端に位置する8つの島や岩からなる。その中でも面積が最大のものは約4平方キロメートルの魚釣島だ。この島は沖縄に位置する普天間基地の面積の約5平方キロメートルよりも小さい。硫黄島にある通信所は約4平方キロメートルであるが、硫黄島の面積は約21平方キロメートルあり、島全体が施設として利用されているわけではない。また魚釣島では斜面がほとんどの面積を占めているため、平地があまりなく滑走路を確保することが難しいと言える。またレーダーサイトなどの建設についても、駐屯員の生活を恒常的に維持することは難しく、有事の際の一時利用が限界と言える。さらに尖閣諸島の東に位置する沖縄本島にはアメリカ軍基地があり、西方向には反中派の台湾があるため、無理に尖閣諸島に基地を建設するのは有効ではない。仮にアメリカが基地や演習場の建設に踏み出した場合、
中国が猛烈な抗議をしてくることは間違いない。加えてキューバ危機の際のアメリカのように中国海軍が海上からの補給路を寸断すべく尖閣諸島周辺に船舶を配置する可能性がある。これはアメリカと中国の軍事的緊張を高め、小規模であれ衝突が起こる可能性がある。そうなればアメリカと中国の対立はさらに深まり、最悪の場合米中戦争が始まることも考えられる。それを理由に中国側は台湾の占領を開始し、一気に戦闘が拡大することも考えられるため、多大なリスクを払ってまでアメリカが尖閣諸島に基地や演習場を建設することはないだろう。加えて第一列島線までは比較的水深が浅いのに対して、南には海溝があり潜水艦の潜水航行には適している。尖閣諸島が占領され第一列島線が突破されれば、次は横須賀グアム線上の第二列島線が防衛ラインになる。グアムはアメリカ領であるため、アメリカからのより強固な反発は避けられない。これは自衛隊にも同じことが言える。中国側に太平洋進出や台湾への進駐の口実を与えることは、アメリカや日本、アジア諸国にとって避けるべき事態と言える。これらの理由から国際情勢を考慮すると、アメリカが尖閣諸島に基地建設を行うことは厳しいだろう。一方で中国側が尖閣諸島に強行して基地建設を行えば、アメリカや他の国々に攻撃の口実を与えることになるため、現在は双方にとって手を出しにくい状況と言える。尖閣諸島を中国が占領したらどうなるか。中国が尖閣諸島を占領した場合、資源確保のため石油基地建設や海底資源掘削のプラント建設が行われ、尖閣諸島周辺海域に中国の軍事的経済的な拠点が形成されると推察できる。これらの建設は第一列島線を沖縄と台湾の間で分断し、台湾を孤立させる。台湾を孤立させ時間をかけて台湾統一を進めるのと同時に、太平洋進出の航路としての利用が進むだろう。次に中国が第二列島線の突破に向け活動するが、これはグアムを含むアメリカの海外領土への侵略を意味するため、アメリカ社会から大きな反発を招き、大規模な軍事行動を誘発する可能性が高い。戦闘が拡大すればインドなどとの国境紛争が刺激され、第三次世界大戦への引き金になりかねないといえる。また現代版シルクロードの影響下にあるヨーロッパ諸国や中国資本が多く流入しているアフリカ諸国の中には、自国利益追求のため中国側の支援に動く国が少なくないといえる。複数の大陸、海洋をまたぐ大規模な戦争に拡大する可能性がある。さらに中国国民は世界各国に自国民コミュニティを形成している。戦争になれば日本で世界大戦時に見られた民族対立を誘発し、地域レベルでの衝突も避けることはできない。このような事態を避けるには、中国が軍事行動に出た際には早急に対応し、基地や用地を建設する前に急速に奪還する必要がある。また事態の波及を防ぐため、有事の際の連携を各国と事前に協議し共有して備えておくことが重要である。そして当事国として日本が主体的に活動することが必要であると言える。敗戦国として防衛に徹してきた日本が今こそその経験を生かし、有事に即応できる体制を強化することで自国を含めた世界各国の平和維持に努めなければならないだろう。世界大戦の火種。尖閣諸島においては複数各国の思惑、利権が絡み合っている。中国は尖閣諸島の占領を目論んでいるが、現在のバランスが崩れた場合には経済的、軍事的な安定が崩れ、地球規模の戦争へ拡大する可能性がある。つまり尖閣諸島周辺における国々の争いは世界大戦の火種であり、各国が協力して事態の拡大を防ぐことが世界の平和維持に重要であると言える。先の大戦時よりも世界の人口は増えており、世界大戦になれば被害人口が増えるのは明白である。また兵器の能力も向上していることから、大量の死者、被害者を生み出す可能性がある。さらに核兵器や生物兵器などが使用されれば、その後の生活にも影響が及ぶだろう。日本は先の大戦で先制攻撃を仕掛け、
それが太平洋戦争の引き金になった。二度とあのような惨劇を繰り返さないためにも当事国としての自覚を持ち責任を果たす時が来ていると言える。